よしよし、いい子ですね。あ、おつう。あ、じゃなくて、お父さんが帰ってきましたよ。お父さん？お父さんはワンちゃんのジャックのお散歩に行ってくれてたんだよ。おままごとの話か。ただいま、お母さん。おかえりなさい。お仕事から帰ってきた後にお散歩行ってくれてお疲れ様。ああ、僕は仕事から帰ってきた後に犬の散歩に行っていたことになってるんだ。意外と凝った設定。今夕ご飯の準備するからね。楽しそうに遊んでるな。おままごとセットをあげてよかったね、ジャック。うん、ラプンツェルが楽しそうだと僕たちも嬉しいね。あ、ところで犬役だけど大丈夫？キャスティングに不満はない？よかった。ジャックは優しいね。お父さん、赤ちゃんぐずってる。赤ちゃんの世話して。え、赤ちゃんの世話？よしよしよし。ベロベロバー。高い高い。高い高いしちゃダメなんだよ。赤ちゃんの首危ないんだよ。ああ、確かにそんな話も聞いたことあるような。揺さぶられっこなんとかだっけ。ごめん、もうしないよ。うん、気をつけてね。わあ、お父さん、赤ちゃんが泣いてるよ。おむつみたい。おむつ？おむつも変えられないの？仕方ないな。お母さんに貸して。はい、すみません。はい、おむつ変えましょうね。しっかりしてるな、ラプンツェル。あ、いや、お母さんは赤ちゃんのことちゃんと勉強してるんだね。ご飯作りながら赤ちゃんの世話するなんて本当のお母さんみたいだ。褒められちゃった。おままごとなのに本格的だね。うん、子供欲しいからいっぱい勉強したんだよ。早く子供欲しいな。それはいつかそのうちね。ラプンツェル、いいお母さんになれるかな？なれるかな？ああ、きっとなれるよ。わーい！あ、じゃあ、このおままごとセットでもっともっと練習する。お父さんも一緒に練習しようね。わかったよ、お母さん。僕もおむつ替えくらいできないと姫にカッコつかないしね。